はいどうもこんにちは。今回のテーマは熱の仕事棟梁、そしてもう一つですね、熱膨張を扱っていきたいなと思います。この2つのテーマなんですが、大学入試で聞かれるかというとそんなには聞かれません。あまり出題されないところにはなってきます。で、今回の問題プリントも書き込むところがすごく少なくなっています。なのでお話程度に、聞いてくれたらなと思います。簡単な内容です。しっかりと説明していきますので一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように授業プリントは概要欄にリンクを貼っていますので、プリントアウトして書き込みながらこの授業を聞いてみてください。それでは一つ目のテーマですね、熱の仕事棟梁っていうのをやっていきましょう。熱の仕事棟梁っていうのは何かということなんですが、歴史的な背景があるんですよね。今まで熱量はジュールっていうのを使ってたんですが、皆さん聞いたこともあると思うんですけど、カロリーっていうのを昔使ってたんですよね。なので熱量っていうのはカロリーで、仕事ジュールとは全く違うもんだっていうふうに考えられてたんですね。もっと昔で言うと、物体にはね、熱素と呼ばれるものがあって、その熱素があることによって温度が上がったりしてたんですよっていうふうに考えてたんですね。全く今の考えとは違うものになってるんですけど、じゃあその時に考えられてたカロリーと仕事のジュールの関係っていうのをしっかり見ていこうと、同じなんじゃないかってことでジュールさんが考えたんですね。その時に実験をして確かめていこうということだったんですね。じゃあまずカロリーっていうのが何なのかってことからしか話をしていかないといけないんですけど、カロリーの定義っていうのはこちらです。はい、聞いたことありますよね。水が基準になってるんですね。水 1g を1度1ケルビン上げるのに必要な熱量を1カロリーとする。これがカロリーの定義なんですね。で、それが仕事ジュールとどういう関係にあるかっていうことなんですけど、こちらの実験装置を使ってジュールさんは確かめていったんですね。こちらの実験装置は何かというと、水の中にね、羽車があるんですけど、羽車がね、回転するんです。どうやって回転するかというと、羽車の先にはですね、紐がくっついていて、その紐の先には重りがついてるんですよね。なので、重りを支えていた手を離してあげると重りが落下していくので、落下することによって巻きつけた紐がくる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 なりますから、それによって羽車が回転していくと、それによって水の温度が上がりますよということなんですね。じゃあもちろんこの時ね、重りの下仕事、重りに働く重力が下仕事っていうのが、この羽車を回転させて水を温度上昇させたんだけども、なので重りに働く重力の下仕事、要するに重りの位置エネルギーの変化ですよね。それを縦軸で与えてあげて、で、横軸は何かというと、その時の温度上昇から何カロリーあったのかっていうのを考えていきましょうと。じゃあそれで調べていったんですよね。重りの高さを変えてあげて、重りに働く重力や下仕事をいろいろ変えていきました。縦軸の値を変えていきました。その時羽車の回転がまた変わってですね、水の温度上昇も変わっていきました。水の温度上昇から計算した熱量、カロリーの熱量も変わってくるわけですね。それを調べてあげると、結局はこうやって直線型になったんですよね。で、傾きはいくらになってたかというと、傾きは 4.2 だったんです。はい、よろしいですかね。なので仕事 W とカロリーで考えた熱量 Q との間にはどんな関係式があるかというと、 W=4.2×9 という関係式がありますよと。なので完全に比例関係になってますから、これを同じ値なんじゃないかということで、カロリーをジュールを使って表すこともできるよねっていうふうに考えたんですね。なのでこれからはですね、この熱量っていうのをカロリー使わずに仕事と一緒だってことでジュールを使って表しましょうということを確認した実験になったんですね。なので物理はですね、カロリーっていうのはもう全く使わずにですね、これからも熱量はジュールを使って考えていくということですね。なので熱量と仕事の関係っていうのが同じだってことを確認した、これがジュールの実験です。はい、それでは2つ目のテーマやっていきましょう。金属の熱膨張ですね。まずね、ちょっと状況を説明していきたいんですけど、温度が0度の時ですね、金属の棒の長さが L メートルだったとしましょうと。で、その時ですね、温度が上がって T 度になったら、この金属長くなっていきますよね。膨張して長くなっていくんですけど、それが L メーターになったとして考えていきましょうと。じゃあこの時ね、関係式、この長さ L とこの温度 T の関係式を見ていきたいんですが、もちろん温度が高くなればなるほどたくさん膨張するんですけど、ちょっとそんな単純なものではないんですね。例えば元々の長さから 0.1 メートル伸びましたと。
で温度を上げてあげたら次 0.2 メートル伸びるかというとそうではないんですよね。この 0.1 メートルの伸びっていうのが元々の長さ1メートルに対して 0.1 メートルなのか、元々の長さ 0.3 メートルに対して 0.1 メートルなのかで全然違いますよね。1メートルに対して 0.1 メートル伸びてるんだったらまたね温度を上げてもまた伸びていきそうな気もしますけど、元々の長さが 0.3 メートルに対して 0.1 メートルだったらもう3分の1も伸びてますからね。だから全然伸び率っていうのが違うんですよね。なのでどれだけ伸びてるかっていうのは元々の長さに対してで考えていかなきゃいけませんよということなんですね。なのでそこでちょっと膨張率っていうのを考えていきたいんですが、元々の長さ、これね温度0度の時の元々の長さ L0 に対して今どれだけ伸びましたか、長さがどれだけ変わりましたか、デルタ L ですね、これを膨張率として定義してあげましょうと。なのでどれだけ伸びたかが温度に比例するわけではなくて、その膨張率が温度に比例して温度が高くなればなるほど膨張率が上がっていきますよと。100m に対して1m、温度が上がると100m に対して 2m っていう感じで膨張率がどん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 上がっていくよね、それが温度に比例してるよねっていうふうに考えていきましょうっていうのが金属の熱膨張なんですね。なので膨張率 L0 分のデルタ L が温度に比例すると考えてあげると、比例定数を今回 α としておきましょうか。 α としてあげると温度 T に比例しますから αT とかけるんですね。はい、よろしいですかね。あとはデルタ L をしっかり求めていきましょう。デルタ L は棒の長さの変化ですから L0 から L になってますかね。変化量は今引く昔ですから L-L0 がデルタ L ですね。はい、よろしいですかね。あとはもう計算していくだけですね。ここのデルタ L の値が L-L0 ですから代入してあげましょうと。L0 分の L-L0 が αT ですね。じゃあ両辺に L0 かけていきましょう。L-L0 が L0αT ですね。この L0 を右辺に持っていきましょう。じゃあ共通因数 L0 になってますから L0 でくくることができて、括弧1たす αT ですね。これが温度 T の時の金属の棒の長さ L になってますから、こうやって L を求めていきましょうっていうのが金属の熱膨張っていう問題なんですよね。まあ、この式が大学入試で出題される可能性というのは非常に少ないと思うので、まあ、覚えてもらわなくてもいいかなとは思うんですけども、おそらくですけど出題される時にはこの式っていうのはね、与えられるかなと思います。最後のまとめだ、にゃ。はい、それでは最後まとめやっていきましょう。まずね、ジュールの実験ですね。ジュールの実験って何かというと、仕事と熱量の関係っていうのを調べたものでした。もちろん仕事もジュールですし、熱量もジュールですから、何のことかなっていうふうに思うかもしれませんが、昔はカロリー、違うものとして考えてたんですね。仕事とは違う、ジュールではないカロリーとして考えてたので、ジュールとカロリーの関係を調べたっていうのがジュールの実験でした。もちろん同じ値でカロリーを 4.2 倍したものがジュールになっているだけですが、ほぼ同じ値と考えてあげていいでしょうということでした。はい、でもう一つが金属の熱膨張でしたね。金属の棒の長さっていうのはもちろん温度が高くなればなるほど長くなっていくんだけども、元々の長さに対してで考えていかなきゃいけなかったですね。1メートルに対して 0.1 メートル伸び、 0.3 メートルに対して 0.1 メートル伸び、全然違いますよね。なので膨張率っていうのを考えてあげて、それが温度に比例すると考えてあげると、まあ、この式がすぐに出てきますよということでしたね。ただ覚える必要はありませんから、大学入試で出題されるときはしっかりね、ここの式与えられると思いますから、しっかりとね、ここだけ理解してくれたらなと思います。はい、ホームページにはたくさんの問題用意していますので、ぜひ概要欄からチェックして問題をたくさん解いてみてください。この動画が良かったなっていう人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。